GE ブラジル通称ブラジルジッペロタスは、ブラジルリオグランデドスルシューペロタスを本拠地とするサッカークラブである。1911年9月7日、ブラジルの独立記念日に創設された。設立当初、クラブカラーは、ブラジルの国旗と同じ木と緑だったが、ライバルの EG ペロタスと似ていたため、後に赤と黒に変更された。クラブの歴史上、 最も大きな成功を収めたのは1985年のカンピオナートブラジレイロで CR フラメンゴに勝利し準決勝まで進んだ。しかし準決勝でバングーに敗れ決勝進出とはならなかった。以降、クラブはカンピオナートブラジレイロでは大した成績を収められていない。2004年にカンピオナートがウショ2部で優勝し久々にタイトルを獲得した。 2009年1月16日、サンタクルス FC との親善試合から戻る途中、チームバスがリオグランデドスル州の渓谷に突っ込み、40メートル、滑落した。この事故で、選手2名とコーチ1名が死亡し、20名以上が負傷した。なし。ありがとうございます。